北海道札幌改正高等学校は、北海道札幌市東区北22条東21丁目に、かつて存在した私立高等学校。札幌市が2011年に制定した、札幌市中高一貫教育校設置基本構想に、基づき、2017年3月31日をもって、平行となるが、同校を母体として、 私立札幌改正中等教育学校が2015年に開校。札幌市が2011年に制定した札幌市中高一貫教育校設置基本構想に基づき2017年3月31日をもって閉校となった。同校卒業生の卒業証明書、成績証明書等の発行事務は同日以降、私立札幌改正中等教育学校長が 行っている1962年に北海道札幌朝日川丘高等学校に次いで2校目の札幌市立高校として開校した。札幌市内では参考しかない市副校の一つであった。なお、服装を自由化したのは1971年7月であり、北海道の公立高等学校では最初であった。2004年には科学的 論理的思考力を持った世界に羽ばたく人間を育てる学科として理数と英語に重点を置いた専門学科であるコズモサイエンス科を設置した。また2012年にはスーパーサイエンスハイスクールの指定、2014年にはスーパーグローバルハイスクールの指定をそれぞれ文部科学省から受けた。改正という公明は札幌市内の公立高校には珍しく立地とは 無関係につけられたものである。現在地に校舎が設置されて以降、周辺に札幌市立改正小学校が開校したり、改正店などと称する店舗が立地したりしているが、開校当時、あるいはそれ以前に、改正という地名があったわけではない。開校準備の段階では、札幌市内の他の公立高校と同様に立地する地域の名称をとって、 北海道札幌元町高等学校と名付けられていた。しかし、開校直前に校舎用地取得が暗礁に乗り上げ、元町以外の地域に校舎を建設する可能性が生じたため、立地に関係ない校名として、改正が選ばれた。なお、改正という名前は、東京大学の前身である改正学校にちなんだと言われているが、開校当時から勤務していた教諭が、 開拓事業常時の略であると話すなど、公式な由来は明らかとなっていない。2011年3月22日、札幌市教育委員会は同校を母体として2015年度に札幌市立の中等教育学校を開校することを示した札幌市中高一貫教育校設置基本構想を正式に決定した。同構想では1学年4学級の規模とし、 同校に設置されているコズモサイエンス科の教育内容と中高一貫校の特徴を融合させ自立した札幌人の育成を目指すとしていた。また、校名や校歌の継承など改変対象校である同校の伝統を踏まえた新しい学校づくりを進めることとしていた。私立札幌改正中等教育学校は札幌市内に最初に設置された 公立中高一貫校であり、北海道内の連携が大概の公立中高一貫校としては、北海道のぼり別アス中等教育学校に次ぐ二校目となる。また、中等教育学校としても札幌市内に最初に設置された学校であり、北海道内では、北海道のぼり別アス中等教育学校に次いで二校目である。ありがとうございます。